伊藤博文は明治期の日本の政治家。伊海君党社位は11位大君以降爵。明治時代に4度にわたって内閣制度発足以降の内閣総理大臣を務めたことで知られる。一次内閣時には明治憲法の起草の中心人物となり、二次内閣では日清講和条約の起草に当たった。四次内閣の組閣に際して、 立憲政友会を決闘して、初代総裁となり、政党政治に道を開いた。他、初代数密院議長、初代貴族院議長、初代韓国党官、元老などを歴任した。意味名は白文、落ちすくね白文とも名乗った。幼名は利ス後に、吉田松陰から、春英の春を与えられ、春助とし、さらに、春助と改名した。 呂は春寝で、春瀬孔と表記されることも多い。また、小田原の別邸、総労閣を所持していたことから総労閣主人を、称して、楽観としても用いた。巣王国の百姓の子として生まれる。父が、長州藩の足軽、伊藤家に入ったため、父と共に、下級武士の身分を得る。吉田松陰の私塾である、松下孫塾に学んだ。 尊能上位運動に参加したが、1863年には、判明により、井上薫らと共に、イギリスに密航して留学して、開国論者となる。1864年に、ロンドンで、四国連合艦隊の長州藩攻撃の計画を知り、急遽帰国し、藩主、毛利高地下に開国への転換の必要を説いたが、受け入れられなかった。同年幕府による、 第一次徴収征抜に対する藩首脳の対応に、憤慨した、高杉晋作が起こした高山寺挙兵に参加。この藩内戦の勝利により、藩主流派となり、藩政改革に参画するようになり、主に藩の大外交省の任に当たった。明治維新後の1868年から政府に、出資し、外国事務係、参与、外国事務局判事 初代兵庫県知事などを歴任。1869年には、陸津宗光らと共に、当面の政治改革の憲白書を提出して、改名派官僚として、当格を表した。また、大倉省有県民部省有として、貨幣制度の改革を担当し、1870年には、財政平成調査のために渡米し、翌年の金本位制の採用と、 進化条例の交付を主導した。1871年の岩倉施設団にも参加し、福祉として米欧に渡る。この間に、大久保利道の信任を得た。1873年の帰国後には、大久保らと共に、内政優先の立場から西郷隆盛の政官論に反対し、同年10月に、西郷らがゲイヤすると、大久保の片腕として、 参議健康部教に就任した。1878年に大久保が不平氏族に暗殺された後、その後を継いで内務教に就任し、政府の中心人物となった。琉球処分、侍補制度の廃止、教育令の制定などを推進した。1881年に大隈重信からイギリス型議会政治を目指す。 急進的憲法意見が出されると伊藤が反対し、大熊ら解明派官僚が下野するという明治14年の政変が発生した。1882年にドイツやオーストリアの憲法調査を行い、1884年に宮中に制度取調べ局を創設してその長官に就任し、立憲体制への移行に伴う諸制度の改革に着手。 1885年に、大上官に変えて、内閣制度を創設し、内閣発足以後の初代内閣総理大臣に就任した。井上岳や伊藤美代二、金子健太郎らと共に、憲法や皇室転範、貴族院令、衆議院議員選挙法の草案の起草にあたり、1888年に、数密院が創設されるとその議長に就任し、 憲法草案の審議に当たったっ1889年に日本最初の近代憲法を明治憲法を制定。君主体験の強いドイツ型の憲法だったが、伊藤は立憲政治の意義が君権制限と民権保護にあることを強調し、立憲主義的憲法理解を示した。1890年に帝国議会が創設されると初代貴族院議長に就任。 1892年に第2次伊藤内閣を組閣し衆議院の第1党だった自由党に接近。日清戦争では首相として大本営に列席するとともに日清講和条約に調印した。戦後は自由党と連携して連立政権を組織。1898年に第3次伊藤内閣を組閣したが、 自由党や新歩党との連携に失敗し、地祖増長が議会の反発で挫折したことで総辞職。他の元老たちの反対を押し切って、大隈重信と板垣大輔を後継に押して、日本最初の政党内閣を成立させた。さらに1900年には、立憲政友会を決闘して、その初代総裁となり、第四次、伊藤内閣を組閣。 明治立憲政の下での政党政治に道を開いた。しかし1901年に貴族院の反発と財政問題をめぐる閣内不一致で総辞職。同年に起こった日英同盟論には慎重で、ロシアとの協商を模索して放浪したが、具体的成果を得られず、結果的に日英同盟が促進された。帰国後は、 野党の立場を貫こうとする、声優会の指導に苦慮し、1903年に総裁を、辞し元老の立場に戻った。日露戦争開戦には慎重だったが、日露戦争後の挑戦、満州の処理問題に尽力し、1905年には、初代韓国党官に就任。韓国の国内改革と保護国家の指揮にあたり、三度に渡る日韓協約で、 前時韓国の外交権や内政の諸権限を剥奪した。伊藤は日本政府内では対韓慎重派であり、保護国家はやむなしとしたが、併合には慎重だったと言われる。しかし、韓国民族運動との対立の矢表に立つ形となり、1909年に韓国党官を辞職した後、ハルビン駅において、 韓国の民族主義運動家の安十根に狙撃されて死亡した。海面派として、日本の近代化、特に憲法制定と、その運用を通じて、立憲政治を日本に定着させた功績が評価される。父親、伊藤十蔵母親、伊藤琴子天保十二年9月2日、諏訪国熊下群束に、村あざ野尻の百姓、林十蔵の長男として生まれる。 母は、秋山長左衛門の長女、こと子。高下五年に破産した父が萩へ単身赴任したため、母と共に、母の実家へ預けられたが、家営二年に父に呼び出され、萩に移住した。萩では、久保五郎左衛門の塾に通い、家が貧しかったため、十二歳頃から、父が、長州藩の蔵元付中間、水井武兵の養子となり、武兵が安政元年に、 須尾沢郡相畑村の足軽、伊藤八重門の養子となって、伊藤すぐえもんと改名したため、銃蔵、白文不子も足軽となった。獅子時代の伊藤長州五欠。上段左から遠藤金助、野村や吉、伊藤、下段左から四次文太、山尾洋蔵左から三谷国松、高杉晋作、伊藤安政四年二月。 江戸湾警備のため相模に派遣されていた時、上司として赴任してきた雷原良蔵と実婚となり、その紹介で、吉田松陰の松下村塾に入門する。伊藤は、友人の豊島路の世話になったが、身分が低いため塾の敷居をまたぐことは許されず、古外で立ったままの兆候に甘んじていた。翌安政5年7月から10月まで松陰の推薦で、 長州藩の京都派遣に随行、帰藩後は栗原に従い、安政6年6月まで長崎で弁学に勤め、10月からは栗原の紹介で、栗原の義兄の桂小五心の従者となり、長州藩の江戸屋敷に移り住んだ。ここで、四字文太と出会い、信仰を結ぶ。松影が、同年10月に安政の大国で斬首された際、 桂の手布として江戸詰めしていた伊藤は死の意外を引き取ることなる。この時、伊藤は自分がしていた帯を遺体に巻いた。この後、桂をはじめ草加元瑞、高杉晋作、井上るらと、尊能上運動に加わる一方で、海外渡航も考えるようになり、万延元年12月7日に栗原に宛てた手紙でイギリス留学を志願している。 文久2年には、後部合体論を主張する長井画学の暗殺を、画策し、8月に自害した、栗原の葬式に、参加、12月に、品川御天山の英国公使館焼打ちに参加し、山尾洋蔵と共に、花は忠富、加藤木野枝二郎を暗殺するなど、尊能上位の志士として活動した、筋肉質の体育であったとされる。文久3年には、 井上香織の勧めで、海外渡航、決意。5月12日に、井上香織、遠藤金介、山尾洋造、野村や吉らと共に、長州五傑の一人として、イギリスに渡航する。伊藤の荷物は、文久2年に発行された間違いだらけの、英和大約集鎮辞書一冊と、寝巻きだけであったという。しかも途中に帰港した、清の上海で、別の船に乗せられた際、 水平同然の粗末な扱いをされ苦難の会場生活を強いられた。9月23日のロンドン到着後、ヒューマーセソンの世話を受け科学者、アレキサンダー・ウィリアムソンの屋敷に滞在し、英語や礼儀作法の指導を受ける。ロンドンでは英語を学ぶとともに、博物館、美術館に通い、海軍施設、工場などを見学して、見聞を広めた。 留学中にイギリスと日本とのあまりにも圧倒的な国力の差を目の当たりにして開国論に転じる。現時元年3月、米英ツラ日本国連合艦隊による長州藩攻撃が近いことを知ると、井上薫と共に急ぎ帰国した。6月10日に横浜上陸後長州藩へ戻り、戦争回避に奔走する。英国講師、オールコックと通訳官 アーネスト佐藤と会見したが、両名の奔走も虚しく、8月5日に四国連合艦隊の砲撃により下関戦争が勃発、長州の砲台は徹底的に破壊される。伊藤は戦後、宍戸警馬こと高杉晋作の通訳として、有利アラス号で艦長クーパーとの和平交渉にあたる。反省し、毛利玄徳へ経過報告した時には、 上位派の暗殺計画を知り、高杉と共に行方を喰らましている。そして、この和平交渉において、天皇と将軍が、長州藩宛に発した、上位十施の命令書の写しを佐藤に手渡した、ことにより、各国は賠償金を江戸幕府に要求するようになる。オールコックラとの交渉で、伊藤は井上薫と共に、長州藩の外国応接係を任されるが、 下関戦争と禁門の変で大損害を被った藩は幕府への強順を掲げる。俗論派が台頭、上位派の正義派との清掃が始まった。伊藤は上位も幕府にも反対でありどちらの派閥にも加わらなかったが、9月に井上が俗論派の襲撃で重傷を負うという行方を喰らました。11月、長州藩が第一次長州政罰で幕府に、 標準の姿勢を見せると、12月に、高杉らに従い力士隊を率いて拒兵。この時、高杉の元に一番に駆けつけたのは伊藤だった。その後、騎兵隊も加わるなど各所で勢力を増やして、俗論派を倒し、正義派が反省を握った。後に、伊藤は、この時のことを10回して、私の人生において、唯一誇れることがあるとすれば、 この時、一番に、高杉さんの元に駆けつけたことだろうと語っている。よく慶応元年に、藩の実権を握った、桂の養成で行った薩摩藩や外国商人との、武器購入及び交渉が主な仕事となり、第二次長州征抜にも、母親戦争にも加勢できずに暇を持て余す形になった。慶応四年に、外国事務総裁東、久前道富に見出され、 神戸事件と堺事件の解決に奔走。これが出世の足がかりとなった。木戸高義と伊藤ら明治3年撮影。岩倉施設団。右から大久保利道、伊藤、岩倉智美、山口直義、木戸高義明治に新後は、伊藤博文と改名し、長州罰の有力者として、英語に堪能なことを買われて、参与。 外国事務局判事、大倉省有県民部省有、初代兵庫県知事、初代公部卿、宮内卿など、明治政府の様々な要職を歴任する。これには、木戸高義の後ろ盾があり、井上薫や大隈重信と共に改革を進める、ことを見込まれていたからであった。兵庫県知事時代の明治2年1月、国瀬項目いわゆる、兵庫論を法定し、 君主政大平和の体験を朝廷に返上世界、万国との通行国民に上下の別をなくし、自在自由の権を付与、世界万国の学術の普及国際協調、上位の戒めを主張した。明治3年に発足した、公部省の長である公部卿として、植産工業を推進する。後にこれは、内務卿、大久保利道の下で、内務省へと引き継がれる。 また、同年11月から翌年5月まで、財政平成調査のため吉川県政、福地源一郎らと渡米。中央銀行について学び、帰国後に伊藤の県議により、日本最初の貨幣法である、進化条例が制定される。明治4年11月には、岩倉施設団の副祉として渡米、サンフランシスコで日の丸演説を行う。明治6年3月には、 ベルリンに渡りドイツ皇帝ビルヘルム一世に謁見最小ビスマルクとも会見しビスマルクから強い影響を受けたザレッドディスクインザセンターオブアワーナショナルフラッグシャルノーロンガーアピアライクエーウェイハオーバーエーシールドエンパイアバッドヘンスフォースビーンファクトフォワットイットイズデザインドツービーザノーブルエンブレムオブザライジングサン ムービングオンワードアップワードアミッドザ・エンライテンド・ネーションズ・オブ・ザ・ワールド・ヒロブミトウ 23RD オブ・ジャニュアリー1872大倉県民部省有を務めた際には大熊重信と共に食産工業政策の一環として鉄道建設を強力に推し進め京浜間の鉄道は明治5年5月7日に品川横浜間で仮営業を始め 同年9月12日、新橋までの前線が開通した。当初、伊藤が新政府に提出した国税項目が、当時新政府内では、極秘裏の方針とされていた、反赤法官に触れていたために、大久保利道や岩倉智美の不況を買い、大倉省の権限をめぐる論争でも、大久保とは対立関係にあった。また、岩倉施設団が、 アメリカで不平等条約改正交渉を始めた際、全権委任状を取るため一旦大久保と共に帰国したが、取得に5ヶ月もかかったことで木戸との関係も悪化した。だが、大久保、岩倉とは、西欧旅行を通して親密になり、木戸とも後に和解したため、明治6年に帰国して関わった、政官論では、内自優先路線を掲げた大久保、岩倉。 木戸らを支持して、大久保の信任を得るようになった。この後木戸とは、疎遠になる代わりに、政権の重鎮となった大久保、岩倉と連携する道を選ぶ一方を、名優の井上薫と共に、木戸と大久保の間を取り結び、板垣大輔ともつなぎを取り、明治8年1月の大阪会議を圧戦する。明治10年に、木戸が死去、同年に、西南戦争で、 西郷隆盛が、廃止、翌11年に、大久保も暗殺された後は、内務卿を継承し、維新の三欠なき後の明治政府指導者の一人として、ツワにを振るう。明治12年9月に、教育儀を上奏し、教育令発布となる。明治14年1月、日本の立憲体制をどう作るか、井上薫や大隈茂信と熱海で会談。しかし大熊が、 急進的な構想を内密に提出、独創するようになると、政界追放を決め工作に取り掛かり、10月14日の大熊毛屋で目的を果たし、明治23年に国会を開設することを約束する。伊藤の前進的な提案が通り、黒田清高、西郷嗣美ら薩摩派とも提携したことで事実上、伊藤が中心となる体制が出来上がった。一方で、 井上武氏が岩倉の指示を受け、大熊案への対抗から、プロイセン憲法をとにした憲法の採用を提案した時は退けたが、これは井上が憲法制定を焦り、外国憲法をどう日本に定着させるかについて、具体的に論じていないことと、上役の伊藤に憲法制定を促すなど文を超えた動きを知っていたからであった。明治十五年三月三日、 明治天皇に憲法調査のための統合を命じられ、3月14日、川島敦氏平田桃介、吉田正春、山崎直種、ね、三好大蔵岩倉智貞、広橋正光、西恩寺金持ち、伊藤三次ら随員を伴い、ヨーロッパに向けて出発した。はじめベルリン大学の広報学者、ルドルフ・フォングナイストに教授を来い、アルバート・モッセから、 フロイセン憲法の築城的講義を受けた。後に、ウィーン大学の国家学教授、憲法学者である、ローレンツ・フォニシュタインに支持し、歴史法学や行政について学ぶ。これが帰国後、近代的な内閣制度を創設し、第二本帝国憲法の基礎、制定に、中心的役割を果たすことにつながる。明治18年2月、朝鮮で起きた、 更新政変の事後処理のため清氏に派遣され、4月18日には、李工省との間に、転身条約を調印している。明治18年12月の内閣制度以降に際し、誰が初代内閣総理大臣になるかが注目された。注目の一致するところは、大城大臣として名目上ながらも、 政府のトップに立っていた三条耳と、大久保の死後事実上の最小として、明治政府を切り回し内閣制度を作り上げた、伊藤だった。しかし三条は、藤原北家家人流の着流で、聖画家の一つ三条家の生まれという高貴な身分、公爵である。一方伊藤といえば、貧能の出で武士になったのも、 維新の直前という低い身分の出身、お手盛りで白尺になってはいるものの、その差は、歴然としていた。大城大臣に代わる、初代内閣総理大臣を決める宮中での会議では、誰もが口をつぐんでいる中、伊藤の名優であった、井上薫は、これからの総理は、赤電報が読めなくてはダメだと口火を切り、これに、山形有友が、 そうすると、伊藤君より他にはいないではないかと賛成。これには三上を支持する、保守派の参議も返す言葉がなくなった。つまり、英語力が決め手となって、伊藤は初代内閣総理大臣となったのである。以後、伊藤は4度にわたって内閣総理大臣を務めることになる。なお、44歳2ヶ月での総理大臣就任は、2018年現在日本の、 歴代総理大臣の中で最も若い記録である。医師に以来、徐々に政府の実務から外されてきた、苦行出身者の体制はこれで決定的となり、以降、長きにわたって、総理大臣は愚か、閣僚すらなかなか出せない状態となった。第一次、伊藤内閣では、憲法発布前の下準備の期間創設に本走明治19年2月には、 各省慣制を制定し、3月には将来の官僚育成のため帝国大学を創設し、翌年3月には国家学会が創設、これを支援した。一方、井上薫を外務大臣として条約改正を任せたが、井上薫が提案した改正案に外国人判事の登用などを盛り込んだことが問題になり、閣内分裂の危機を招いたため、 明治20年7月に外国へ向けた改正会議は中止9月に井上香織が辞任したため失敗に終わった。同年6月から夏島で伊藤美洋子、井上武氏、金子健太郎らと共に憲法草案の検討を開始する。また、イギリス自由党議員で、 鉄道事業家のジャスパー・ウィルソン・ジョーンズの義理の息子である放送のフランシス・ピゴットを憲法を含む法制顧問に迎えるなどし、後に刊行した秘書類さんにも数々のピゴットの論文を収めた。なお、ジョーンズの娘でピゴットの妻マーベルは1896年に植民地看護協会を設立しており、ウィンストン・チャーチルは新人議員の時に同協会を支援した。 明治21年4月28日、数密院解説の際に、初代数密院議長となるために首相を辞任。明治22年2月11日、黒田内閣のもとで大日本帝国憲法が発布される。これに際し、伊藤は、家族同化戦いで憲法に関して演説し、立憲政治の重要性、とりわけ一般国民を政治に参加させることの、 大切さを主張する。また6月には憲法議事を刊行する。明治25年には、李党の大政会を基盤にした政党結成を主張するが、明治天皇の反対により頓挫する。この時伊藤は、枢密院の議長。日清戦争伊藤が、明治25年から二度目の首相を務めていた時、朝鮮の交互農民戦争をきっかけに、7月に、 新軍と衝突、朝鮮の主権をめぐって意見が対立し、8月に日清戦争が起こる。翌年の明治28年4月に、陸ネ宗光と共に、全県大使として、李光省との間に、下関の春藩牢で、講和条約の下関条約に調印する。また、戦争前に、道の区がイギリスと違い方権撤廃を明記した条約を結び、 条約改正に大きく前進した。朝鮮の独立と両党半島の割譲などを明記した下関条約がドイツ、フランス、ロシアの三国干渉を引き起こし、第2次、伊藤内閣は両党半島の放棄を決め、翌明治29年8月31日、伊藤は首相を辞任する。明治十一年一月、第三次、伊藤内閣が発足。六月に、 衆議院を解散、閣議で、政党結成の意思を表明するなど、新党結成を唱えるが、山形有友の反対に愛首相を辞任。同年8月に、長崎を出発し、朝鮮の半寸で、抗争と会見。9月には、真の北京で、喜び新王高位らと面談、墓術返法に取り組んでいた、高所定に越見し、10月には朝のホラ。 劉昆一と会談している。北京滞在中の9月21日に保守派が結婚した土の絵犬の政変に遭遇、その時の状況と戸惑いを日本の梅子夫人に書き送っている。翌32年4月から10月まで半年かけて全国遊説を行い、政党創立の準備と民衆への立憲体制受け入れを呼びかけている。 伊藤の権威に基づき1899年に創設された提出制度調査局では、皇室転搬の増補と公式例の制定に取り組んだ。明治33年9月には、立憲声優会を創立し、初代総裁を務める。10月に、声優会のメンバーを大勢入れた第四次、伊藤内閣が発足するが、 政党としての内実が整わない状態での祖閣だったため、内部分裂を引き起こし、翌34年5月に辞任。声優会はその後、西恩寺金持ち、原隆氏らが中心となり、伊藤の手を離れるが、立憲民政党と並ぶ二大政党の一つとなり、大正デモクラシーなどで大きな役割を果たすまでに成長した。 また、貴族院議員として、貴族院議長に就任する。日清戦争後、伊藤は、退露融和政策を取り、むつむねみつ、井上薫らと共に、日露協商論、満漢交換論を唱え、ロシアとの付箋を主張した。同時に、桂太郎、山形有友、小村寿太郎らの日英同盟案に反対した。さらに、自ら単身ロシアに渡って、 満艦交関論を提案するが、ロシア側から拒否される。明治37年から始まった日露戦争をめぐっては、金子健太郎をアメリカに派遣し、大統領セオドアルーズベルトに講和の圧線を依頼している。これが、翌38年のポーツマス条約に結びつくことになる。なおこの日露の講和に際して、首相の桂が、 日本の全権代表として最初に打診したのは外省の省村ではなく伊藤であった。桂内閣は講和条件が日本国民に受け入れ難いものになることを当初から予見し、それまで4度首相を務めた伊藤であれば国民の不満を和らげることができるのではないかと期待したのである。伊藤は初めは引き受けても良いという姿勢を示したのに対し、 彼の側近は、戦勝の栄誉はカツが担い、講和によって生じる国民の反感を伊藤が一手に引き受けるのは馬鹿げているとして、猛反対し、最終的には伊藤も全権大使への就任を辞退した。また交渉の容易でないことをよく知っていた伊藤は、全権代表に選ばれた小村に対しては、君の基調の時には他人はどうあろうとも、 我が輩だけは必ず出迎えに行くと語り、励ましている。講和後は、勝利を手にした日本と敗戦国ロシアとの間の戦後処理に奔走した。大韓帝国交代子りぎと、伊藤谷川義道陸軍大将と共に党官府へ、向かう伊藤明治38年11月、第二次日韓協約により韓国党官府が、設置されると伊藤が、初代党官に就任した。 以降、日本は、実質的な朝鮮の統治権を掌握した。伊藤は、国際協調重視派で、大陸への膨張を機として、韓国の直轄を急ぐ山形有友や桂太郎、寺内正武ら陸軍軍閥と、しばしば対立した。また、韓国併合について、保護国家による、実質的な統治で十分であるとの考えから当初は、 併合反対の立場を取っていた。近年発見された、伊藤の明治38年11月の日付のメモには、韓国の不況の妙人ムルに至るまでという記述があり、これについて、京都大学教授の伊藤幸男は、伊藤博文は、韓国を保護国とするのは、韓国の国力がつくまでであり、日韓併合には、否定的な考えを持っていたことを裏付けるものだと、している。 実際に、この文言は、第二次日韓協約に盛り込まれ、調印された。伊藤は、韓国民の素養を認め、韓国の国力、自治力が高まることを期待し、文盲率が94%にも上った韓国での教育にも力を注いだ。1907年4月14日、韓国に赴任する日本人教師たちの前で、鉄道鉄尾誠実と親切と思って、 児童を教育し裏表があってはならないこと、宗教は、韓国民の自由でありあれこれ評論しないこと、日本人教師は余暇を用いて朝鮮語を学ぶことを、訓入した。また明治40年7月、刑場にて、新聞記者たちの前でも、日本は韓国を合併するの必要なし、韓国は自治を要すと演説していた。原田豊次郎長、伊藤孝と韓国に、 韓国駐在の日本人記者を相手にした伊藤の演説の用紙が掲載されている。今回事件とは、ハーグミッシュ事件のことであるが、日本人記者を相手にした演説であり、伊藤の本音か確証はないが、小島武氏は、私は本音ととっていいのではないかと思います。研究者もそのようにとっています。日韓併合については、懐疑的な人としている。税は 日本の意にあらず。韓国人は、どうもすれば、日本の意を誤解す。日本は決してこののごとき意思を有するものにあらず、もとよりこれをあえてするものにあらざるなり。また、今回事件の規制セルを起とし、韓国を併合すべしと論ずる、日本人ありという。世は合併の必要なしと考え。合併は客手厄介を増すに過ぎず、よろしく、韓国をして。 自治の能力を養成せしむべきなり。たとえ国府未兵強くなるも、韓国の矛を党にして、我に打ちかかりくるがごとき憂いはなかるべし。韓国の富国共兵は、日本の希望するところなれども、唯一の制限は韓国が長く、日本と親しみ、日本と提携すべきことすなわちこれや。 かのドイツ連邦ウルテンブルグのごとく韓国を指導し、勢力を養成し、財政経済教育を普及して、ついには連邦政治をしに至るようこれを導くを、おそらくは日本の利益なりと、世は信ずるものなり。しかし、朝鮮内で独立運動である義兵闘争が盛んになるにつれて考え方を変え、明治四十二年四月、時の首相、カツ太郎と、 外相小村寿太郎外島に恐る恐る、韓国の現状に照らして、将来を考慮するに、韓国を併合するより外にたさくなかるべき自由を、陳述すると、こうは、両層の説を聞くや、意外にもこれに依存なき胸を言明し、なおかつ、かつら小村の提示した、併合の方針についても、その大網を銭にした。その二週間後の東京での演説でも、 伊藤は、今や方に共同的に進まんとする境遇となり、進んでいっかたら、んと競りと併合を示唆し徴収を驚かせたという。そして同年5月、当館職を辞職する。伊藤の本意を確認したカツラと小村は、大韓大方針と節大韓施設大門を作成し、韓国を併合する方針を明らかにした。韓国保護国家政策に全く未練がなくなった。 伊藤は当館辞職後、4度目の枢密院議長に就任し、事後処理のため訪韓し人頭指揮に立ち、韓国政府に韓国司法を呼び、韓国事務委託に関する覚書を調印させ、また、韓国軍部廃止直令交付を行わせた。併合方針の閣議決定に反対した形跡はない7月6日。また当館として、 日本の政策への韓国国民の恨みを買うことになり、朝鮮人、安住根による暗殺につながった。事件に動揺した、新日派が、韓国併合を加速させたが、前述の通り、併合方針は事件前に、内閣の閣議で決まっていた。年表暗殺の1ヶ月前、伊藤は、高杉新作の検証費に、動けば、来年のごとく、発すれば、風のごとし、 注目外然として、あえて静止する、ものなし。これ、我が投稿高杉君にひずやで始まる秘文を寄せている。また、ハルビンで暗殺される前の歓迎会でのスピーチで、戦争が国家の利益になることはないと語っている。ハルビン駅に降り立った暗殺直前の伊藤明治42年10月26日、ロシア増将、ウラジーミルココツェフト満州。 朝鮮問題について非公式に話し合うため訪れたハルビン駅で大韓帝国の民族運動家安重根によって射殺された。この時伊藤は三発渡たった。相手は誰だと叫んだという。案はロシア関係にその場で捕獲された。伊藤は絶命までの約30分間に側近らといくつか会話を交わしたが死の間際に自分を撃ったのが 朝鮮人だったことを知らされ、俺を撃ったりして、馬鹿な奴だと呟いたと言われる。また、伊藤の孫にあたる伊藤マスオの話によれば、俺はダメだ。誰か、他にやられたかと聞き、森海南も傷ついたと知って、森もやられたか、と言ったのが、伊藤の最後の言葉だったという。去年69。11月4日に、日比谷公園で国葬が営まれた。 安十根は直ちに捕獲され、共犯者の宇徳淳、総道船、劉刀家の三名もまた、ロシア関係に拘禁された。日本政府は彼らを、関東都督府地方法院に移し、明治43年2月14日、安に、死刑、ウに、懲役2年、総と劉に、懲役1年6ヶ月の判決を下した。暗殺に関しては、安十根単独説の他にも、 遺説が存在する。具体的には暗殺時に伊藤が着用していたコートに残る弾痕から発砲位置を算出した結果、併合強硬派による暴殺説もある。当時伊藤に随行した室田義文主席随行員がおよそ30年後に話した部隊の真相によると、彼の肉に埋まっていた弾丸が暗十痕のブローニング7連発拳銃用のものではなく、 フランス騎馬隊、カービン重要であり、また弾丸が開けた穴の向きが下向きであることがおかしく、アン・ジューコンからならば、上向きになるはずであり、彼への命中弾は、駅の上の食堂あたりからではなかろうか、ということである。しかし室田は、事件当時は混乱していたためか、アン・ジューコンの裁判では、数発爆竹のごとき音を聞きたるも狙撃者ありしことを、気づかず、生じして、 洋服を着たる一人男が、露国軍隊の間より身を出して、拳銃を持って、自分の肩に交比発射するを認め、初めて狙撃者あることを知り、狙撃当時の模様は、是以外に知らずと証言した。また別の例では、暗殺現場を間近で目撃したコ、コツェフ増将が、当日直ちに中日大使に当てて、電報を次のように撃っている。陰謀。 は明らかに組織的なものだった。昨晩、最夜公駅で、我が警察は、ブローニング銃を持った三人の疑わしい、朝鮮人たちを、すでに逮捕していたという。暗殺の報道は、暗号電報を受けた、五十嵐秀介電信技師が、全文を受ける前に、金子健太郎に電話した。彼は直ちに、大磯の別荘に急ぎ、梅子夫人に、見舞いの言葉を述べたが、 夫人は涙一つ落とさなかった。伊藤はかねてから、自分は畳の上では満足な死に方はできぬ、四季をまたいだ時から、是が永久の別れになると思ってくれと言っていたという。埋葬は東京都品川区西大井六丁目の伊藤家墓所。霊廟として山口県熊毛郡山都町田場にの伊藤、高記念公園内に伊藤神社があったが、昭和三十四年に、 近隣の多賀ニ神社境内に先座した。記念公園には、聖火や銅像、伊藤高記念館、伊藤高資料館などがある。平成18年5月、山口県はこの公園に隣接した山林に、森林づくり県民税で、伊藤高の森を整備して、公私に引き渡した。後に、日本銀行県 C 千円県の肖像として、採用された。韓国では、 2009年10月26日を、安住根が、国権剥奪の元凶、伊藤博文を、ハルビンで狙撃した義挙から100周年にあたると位置づけ、これに合わせ新しい記念館を、ソウル南山にある、現在の記念館付近に建設することを、計画している。晩年の、伊藤伊藤博文は豊富な国際感覚を持っていた、恩憲な解明派で、日本の近代化、 特に憲法制定と、その運用を通じて、立憲政治を日本に定着させた功績が大きい。明治初年より、海面派と目されていた人物で、諸制度の近代化と立憲政への転換を主導した。議会の開設にあたって、当初伊藤は、朝鮮主義を宣伝して、政党を無視する立場を取ろうとしたが、初期議会の経験から、政党内閣の必要性を痛感すると、 自ら率先して、政党の組織に乗り出すなど、状況の変化に柔軟に対応する人物だった。アジア最初の立憲体制の生みの親であり、その立憲体制の上で、政治家として活躍した、最初の議会政治家として、西洋諸国からも高い評価を得ている。伊藤は1882年から翌年にかけて、 ドイツオーストリアイギリスなどヨーロッパ諸国を歴訪して憲法調査を行った。その際に伊藤は議会権力の弱いドイツオーストリア型ばかりに固執していたわけではなく議会権力が強力なイギリス型も将来の視野に入れていた。そして1889年に明治憲法を制定して以降明治天皇の理解も得て 数度の憲法危機を憲法停止させずに乗り越えて立憲体制を維持した。1900年に立憲政友会を創設した後は政党政治も推進した。西洋のドイツでさえ憲法を一度停止する事態に追い込まれていたため憲法を一度も停止することなく立憲体制を存続させた伊藤はイギリスはじめ西洋諸国から立憲主義。 議会政治の父として高い評価を受け続けた。外交面では、冷徹な政治的リアニズムに基づき、国際協調路線を重視し、日露戦争開戦にも朝鮮併合にも慎重だった。他方で、朝鮮や中国に対する政策の面では、強硬姿勢を取ることもあり、日清戦争の講和交渉や日露戦争後の対韓政策などにおいて、 日本の利益実現のため強圧的交渉を行っている。伊藤の穏健な政治路線は山形有友らの保守派官僚層と対立することが多く、彼らは伊藤の外交を軟弱外交と批判し、また伊藤が政党を結成することに対しても否定的反応を示していたが、明治天皇からの信任は強く、明治期を通じて伊藤は元老中第一の実力者として、 内外政策に大きな影響力を持った。陽気な開放的性格で国民からの人気は高かったが、強固な派閥を作らなかったため、晩年の国内政治への影響力は、広い派閥網を形成した山形有朋に劣ったという。1901年に伊藤博文の官暦祝賀会招待者たちが銅像建設を決めたが、 出来が悪かったため作り直すなどして、だいぶ遅れ、1904年10月22日に、神戸の港川神社に、伊藤博文の銅像が建てられ、除幕式が行われたが、伊藤が、まだ存命であったのに像が建てられたことや、本来この神社に祀られている、楠木正きより目立っていることが4日後の、読売新聞で、アーミニク、神南猿の図という差し入りの風刺記事として載せられる。 この時はやゆの範囲であったが、日露戦争後の1905年9月7日、講和条約の内容に不満を持った人たちが、大黒座で演説会を開いていたところ、港川神社まで溢れていた気の立った人たちが、工具を持ち込み像の頭を叩いたり鎖を巻きつけて、引っ張るなど像を倒そうとしている三人の男を見て、感化され、いつの間にか集まった数十人で像を引き倒した。 それを見た百名ほどの群衆たちは面白がって、像を引きずり回して、ボートと貸し、通り道の破出所を破壊して回った。最終的に警官隊によって群衆が追い払われ、像が回収された時には、銅像は、鼻がすり向け、顔に三箇所の穴、頭部は、くぼんで全身に打撲傷多数の上、頭に小便をかけられていたという。像本体以外も、周囲のもので、 前述の鎖の切断、柵の杭になっていた石柱も抜かれて壊され、発起者名板画も潰されているという破損であった。なお、その後銅像は、警官隊が騒動の翌朝、検疫所に使っていたミサオ港に運ばれ、以後数年間表に出ないまま本人が暗殺されて、しまい、これを機に、伊藤の評価も、同情的なものに変わったことで、修繕した上で、 神戸市諏訪山公園に再建するべく、1910年2月4日から寄付金を集めたが、実際は1911年10月26日に、諏訪山ではなく大倉山、補修ではなく、心臓で再建された。林氏系図実践は、実施、点線は用紙。伊藤家系図伊藤博文の娘、長子からの系図毎日新報に掲載された写真。 左端で腰掛けているのが安都氏を、右端で腰掛けているのが文吉である。ありがとうございます。